とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、この武器を使っていくよ。ブルームーンの覚醒武器、演武のステッキ、だね。攻撃力は700。ちょっと弱いんだけども、まあ、今俺が使ってるやつ、だいたいこんぐらい。1200ぐらいの攻撃力。攻撃力が500減っちゃうね。500減るんだけども、まあ、どんな感じなのか、見ていきましょう。じゃあ、まず、攻撃力が高い。これだね。1173のやつで、どれぐらい与えれるのかっていうのを、見てみましょう。これいこうか。はい。ではではでは、ごくバケーラ。まあ、そこそこね、耐久力もあるんで、ダメージは分かりやすいでしょう。じゃあまず、1200ぐらいの攻撃力の武器だね。あ、これ、先っぽ赤くなってる。これなら別に、演武のステッキじゃなくてもいいのかな。まあまあまあ、2200から、2200からどんぐらいだ2500ぐらいか2600ぐらい、まあまあそれぐらいのダメージだね。うん、こんなもんでしょう。でブルーストリームで当てるね6万、まあそれぐらいのダメージです。さあ演武のスティック、あ、スティックじゃないな、ステッキ、どうなるでしょうか。演武ステッキ装備してきました。早速使ってみましょう。どれぐらい違うか、いけ、おお、赤い、かっこいい。え、ダメージが変わらないね。え、ダメージ全く変わんないよ。あー、でも弾が赤いから、あ、これ目立つわ。これ使ってると目立つ。ダメージも変わんないから、これはすごくいいんじゃない。え、500違うんだけどね、攻撃ですが。500違うんだけども、威力変わらず。うん、で弾が赤いからこれは目立つぞ。はい、じゃあ次ブルーストリームいってみようか。あ、ブルーストリームは若干威力が減るかな。うん、ブルーストリームは若干威力減るけど、いやでもこれぐらいだったら全然許容範囲。あ、いいね、演武のステッキ、なかなかこれいいよ。はい、戻ってきましたね。いや、よかったよかった。この演武のステッキ、攻撃力は低めだけども、通常のダメージはね、変わらない、全く変わらない。500ダメージ上がっても、あ、攻撃力ね、500上がっても一緒一緒一緒。うん、必殺技はね、ダメージが若干減るんだけども、いやー、これ通常攻撃が赤くなるから目立っていいよ、目立っていい。うん、まあ、やけどアタック、スキルはちょっと微妙だな。やけどじゃなくって、これが氷の方だったらいいね。氷結状態になる方だったらば、もうちょっと使いやすかったかな。うん、ブルーストリームに氷結っていうのがつくやつが多いので、うん、こっちの方が良かったかな。まあでも、いい武器だ。これはすごくいい武器。おすすめできる。うん、最初の方からね、持つこともできるし、いいと思います。まあ、ただ、捨て身武器持ってるのであれば、捨て身の方が全然いいよ。捨て身が全然いいんだけども、まあ、それ入手するまでは、レベル800ぐらいまででも全然使っていける、両装備です。これはいい。おすすめしときます。まあ、ちなみに演武のステッキの、クラフトにはね、バケーラの召喚メダルがいるのよ。で、それ220以上じゃないとダメだから、この極巨漢の赤猫、超は確かね、220以下だったと思うんで、極、こっちの方で、入手してみてください。
400ぐらいのやつが出るので、はい、いい感じだと思いますよ。ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。